立憲民主党支持者。次の総理には、枝野よりも河野がふさわしい、がネットではない。内容はこちら。立憲民主党支持者の本音が話題のようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。自民党総裁選最終盤情勢と、政党支持別、次の総理にふさわしいと思う人調査の驚くべき結果とは、この調査で最も興味深いのは、支持政党別に、次の総理にふさわしい人、を聞いた結果です。支持政党別に、次の総理にふさわしい人を聞いた結果、自民党支持者の中だけでなく、立憲民主党支持者においても、次の総理候補1位が河野太郎となっているのです。野党共闘で小選挙区対決に持ち込もうとしている中で、この結果は野党にとって衝撃的と言わざるを得ません。野党の支持者の中で枝野幸男氏を次の総理にふさわしい人1位としたのが共産党と社民党だけという事実からは、立憲民主党に対する有権者の期待の脆さが露呈しただけでなく、現実的な野党共闘の在り方まで再考させられたようにも思えます。枝野撃沈必至ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。最近正体表しすぎだろがら。マジで残念すぎるわこの人。河野談話関係の質問から逃げ回ってたから、ちょっと怪しいとは思ってたけども。いよいよ正体隠せなくなってきたな太郎。今回の総裁選で、河野氏の裏の顔が見えた気がします。河野氏の信用は、もう戻らないでしょう。次はこちら。これでお笑いなのは、つい先日まで枝野内閣と騒いでいた連中だよね。どんだけ見る目がないのかしら。立憲民主党は、そもそも総理大臣になれない可能性が 100% だからね。所属政党間違ってるん。枝野幸男が総理大臣になれる可能性は 0%。だから河野氏なのでしょうか。次はこちら。もしや河野太郎、そのために。政治家としては最高の屈辱だろうな。立憲から送り込まれた資格だったのかって話よな。坂上忍も小泉の河野応援褒めてたしな。まあそういうことじゃね。やめれ。河野氏、信用を失った今、今後どのような動きをするのでしょう。最後はこちら。え、ドン引き。枝野がやべえって自覚あったのなわら。立憲民主党ってすごいわ。こいつらが応援するだけで一気に印象悪くなる。枝野やめたら？立憲民主党支持者にも諦められている枝野幸男。本気でやばくないですか？結論。河野太郎氏は、石破茂氏から支持され、小泉進次郎氏から支持され、蓮舫から支持され、辻元清美から支持され、マスコミから支持され、おぱよらから支持される。その支持者を見れば、総裁選で負けるのは必然ですよ。おまけに総裁選で浮き彫りになった、河野氏の疑惑の数々。今頃河野氏、総裁選に出馬すべきではなかったと後悔してるかもしれませんよね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。